よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、レシート紹介のコーナーです。今回はね、ファミリーマートのレシートです。ウィスパー色もしくはコマサ色の紙ですね。宇都宮徳次郎店ですね。はい、宇都宮の徳次郎ってところにあるファミマですね。これ確かあれですね、道の駅宇都宮ロマンチック村の近くですね。で、この日はね、レンタカーで宇都宮の道の駅に宿泊して、で、夜ここで簡単にご飯を買って食べましたね。で、何を買ったかっていうと書いてありますけど、手巻きおにぎり、紀州南高梅、そう、梅や地場にあるですね、と、鶏五目のおにぎりを買いました。で、あと、ボスエスプレッソの缶コーヒーもね、買いましたね。はい、合計338円ですね。で、1000円払ってお釣りが、600いくらだろう、662円ですね。これちょっと T ポイントの会員番号を書いてあるんで、一応隠してます。はい、ということでね、今回はね、宇都宮のファミリーマートのレシートでした。ウィスパー色もしくはコマサ色の紙ですね。それではさようなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、燃やす。